西日暮里駅。西日暮里駅は、東京都荒川区西日暮里5丁目にある、東京地下鉄、東京メトロ、東日本旅客鉄道、JR 東日本、東京都交通局の駅である。以下の3路線が乗り入れており、相互間の接続駅となっている。駅番号が付与されている駅についてはそれも合わせて、記す。東京メトロ千代田線の列車は、常磐線。 各駅停車と小田急線との三者直通運転を行っている。千代田線の建設に際し、帝都高速度交通営団、営団地下鉄は、日暮里付近への駅設置について、以下の3案をまとめ調査を行った。案1は、駅付近の大部分が民地であるため工事費がかさむとし、案2は、連絡通路が長いため利用客が不便となる。案3は、 当時の国鉄は赤字が膨れ工事費を可能な限り削減したい意向であり承諾はガタ氏と A 団地下鉄内部は見込んでいた A 団地下鉄は内部検討の末国鉄に案3の検討を依頼国鉄が駅間距離運転時分利用予測を検討の結果新駅を設置することが可能との判断を行うその判断を受け A 団地下鉄 国鉄双方でそれぞれに設置を行うこととなり、現在の場所に当駅を設置するに至った。このほか、常磐線複々線化時に、常磐快速線通過駅の便宜を図るという、目的などの詳細は、常磐観光線、複々線化の遠隔と問題を参照。改札は、JR 東日本と東京都交通局は1カ所、東京メトロは2カ所あり、 さらに地下には JR 東日本東京メトロ間の連絡改札口もある。この連絡改札口には自動乗り継ぎ生産機が設置されていないため、生産または区間変更が必要な場合は、改札に併設された生産窓口に並ぶことになる。なお、連絡改札口の自動改札機は JR 東日本仕様のもので、友人改札での対応も、 JR 東日本の社員だが、生産窓口での対応は、東京メトロの社員が行っている。JR 線南隣の日暮里駅で接続する、常磐快速線に、運転見合わせやダイヤの乱れが発生した場合、東駅経由での東京メトロ千代田線、常磐観光線直通への振り替輸送が行われる、場合に限る、ラッシュ時などには、両社間の乗り換え改札を開放して対処する。 振り替えの方はそのままお通りくださいと案内される場合がある。東北本線ガード付近の入り口からは JR 東日本、東京メトロの双方の乗り場へも移動できるが、この入り口には東京メトロのロゴマークが表示されていない。島式ホーム2面4線を有する航海機で、千代田線構内で JR への乗り換えを可能にするための中間改札が地下にある。 指定席券売機、ビューアルトが設置されている。以前は、緑の窓口も設置されていたが、2013年12月14日をもって営業を終了した。2007年春までに、コンコースと各ホームを連絡するバリアフリー設備を整備した。これにより、エスカレーターが田畑駅、日暮里駅寄りと連絡するほか、エレベーターも日暮里寄りに設置され、 合わせて、多機能トイレも設置された。なお、エスカレーターはこの他にも、コンコースと千代田線、乗り換え改札口を連絡している。かつては、電車到着時に、西日暮里、西日暮里、地下鉄千代田線は、お乗り換えですという放送が流れていたが、オットオス導入後は、このような放送が行われなくなった。出店、JR 東日本、駅構内図、 京浜東北線の快速運転時間帯は当駅を通過するため1.4番線には列車が停車しない。この時間帯に赤羽、浦は大宮方面及び蒲田、川崎、横浜方面に向かう利用客は2.3番線の山手線を利用て上野駅か田端駅での乗り換えを要する。なお通過放送の後に山手線を利用する案内放送が流れる。 二層式で地下2階に代々木上原方面、地下3階に綾瀬方面の線路、単式ホーム各一面一線を有する地下駅。これは北千住駅湯島駅間の一部地上に福音が狭い道路があるため、上下に単線の線路を設ける構造としたためである。この区間の中間駅は A 線、代々木上原方面の線路、ホームが上層に B 線、 綾瀬方面の線路、ホームが仮想にある。当駅で JR 線に乗り換える利用客は乗り継ぎ専用改札を通る必要があり、IC 乗車券や当駅接続の連絡乗車券を所持していない、利用客は改札通過前に生産、区間変更することになる。乗り継ぎ生産機は設置されておらず、生産はすべて友人窓口での対応となる。 当駅は通過連絡運輸の適用を入場後にも受けられる稀が例でもある。列車到着直後には降りた乗客が生産窓口に一斉に並んで混雑する場合があり、時には後続列車が到着する頃まで列が解消しない。生産窓口の上部には運賃計算の基準や発売範囲の掲示とともに、今度からは連絡切符をお求めくださいとの注意書きがある。 当駅の連絡改札経由の場合と、北千住駅の連絡通路を通って、常磐快速線日暮里駅経由の場合とでは、算出される運賃が異なる。また、2007年3月18日から首都圏 IC カード相互利用サービスが開始され、IC 乗車券1枚でも常磐線から当駅を、 経由しての JR 線への乗り継ぎが可能となったが IC 乗車券の場合は通貨連絡運輸の場合とは異なり個別に算出した運賃の合計額から100円を値引きした運賃取る当初は s u i c a p a み利用可能で s u i と相互利用可能な IC カードは利用できなかったが2013年3月23日より相互利用サービスの拡大に伴って s u i c a p と 相互利用可能な IC カードはすべて利用できるようになった。乗り換え用自動改札機は JR 東日本のものを使っているが2枚投入に対応している一方、東京メトロの時期券との併用には対応していない。スイカとパスも及び相互利用可能な IC カードについては東京メトロの時期券を投入後タッチすることにより利用可能である。 島式ホーム一面2線を有する高架駅。駅舎は、小栗橋通り真上、京成電鉄本線と JR 常磐線から分かれる田端貨物線が交差する付近の複雑な位置にある。出入り口は、駅舎東西両側と歩行者デッキによって、西日暮里五丁目交差点を渡った、東西両側、東京メトロ千代田線出入口2.3番に、隣接の4カ所。 JR の駅舎とは直接つながっておらず、JR からは徒歩で数分を要する。一方、東京メトロの駅とはエレベーターで結ばれている。当初は無人駅で遠隔管理されていたが、現在は東京都営交通協力会が受託する業務委託駅となっている。各年度の1日平均乗降人員は下表の通りである。 各年度の1日平均乗車人員は、下表の通りである。JR 山手線京浜東北線が、南東から北西に走り、東京メトロ千代田線がそれと、ほぼ直行する。道線の地上部分は、道館山通りになっており、道館山通り沿い、駅の西側には、海星学園、中学校、高校がある。道学園と、道館山通りを挟んだ向かい側は、 西日暮里公園になっている。同学園の生徒は当駅が設置される前までは主に田端駅か日暮里駅を利用してた。当駅の開業後も学校行事戸田想定上で行われる海西高校対筑波大学附属高校の定期競争大会で JR 線に乗車する際に生徒は当駅が手狭なため田端駅に迂回している。 毎年8月の最終土日曜日に開催される諏訪神社の例大祭には多くの露店が出る。駅周辺は特に小久橋通り沿いに中層ビルが多く飲食店や風俗店などが多数立地するが、当駅が設置される前は住宅密集地だった。当駅開業後も駅東側の幹線道路以外では福音の狭い道沿いに庶民的な住宅地が密集する。 なお、当駅の地点はかつて京成本線の道館山、通駅、1943年休止、1947年廃止、があった場所に近い。京成線自体は当駅の地下鉄2番出口付近を通っているが、駅はない。最寄り停留所は、西日暮里駅となる。停留所は、道館山通りと小具橋通り上にある。すべて、 東京都交通局により運行されている。小倉橋通り、道館山通り、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。